ウィンクで乾杯、東野圭吾。パーティーコンパニオンの小田香織子には大きな夢がある。800万円ぐらいの品物をかぼちゃを購入するような気軽さでポンと買いたいのだ。そのためには玉の腰に乗らなければならない。資産家との出会いが多いこの仕事は、彼女の夢を叶えるのにおあつらい向きの条件を揃えていた。チャンスをうかがう相手、不動産会社の御曹司である高見からの誘いを受け、狂気する香織子だが、望ましい展開には至らなかった。同僚の牧村恵里が遺体となって発見されたためである。恵里はホテルの一室で青酸化合物の入ったビールを飲んで息絶えていた。現場が密室状態であった頃から警察は自殺と判定するが、捜査陣の一員である柴田は釈然としない印象を持ち、独自の調査を開始する。そんな中、新たな事件が発生した。エリの親友が自宅マンションで絞殺死体となって発見されたのである。